ヒルクライマースタッフ山本と行くヒルクライムワンポイントサイクリングというふうに、ありがとうございます、で具体的にですね、どういう人を、対象にこのイベントをやっていくかっていうと、まず一つですね、ロードバイクとか乗ってて坂が苦手だとかですね、坂が嫌いだとか、いろんな意見はあると思うんですけど、そんなね坂が苦手な方に向けてですね、ちょっとしたですねコツだったりとかアドバイスとか、そういうふうなことをしていければいいなと思ってるので、まず一つとして、ちょっと今後ですね坂嫌いを克服したいよって方まず、募集してます、もしくはですね、単純にこうやっぱロードバイク乗っていて、ね、もうちょっと楽に登りたいよとか、もう少し早く登りたいっていう方にもぜひ参加していただければ嬉しいです。あと、もう2つですね、今後、レースとか出てみたい方で、ヒルクライムレースとかに出場を考えている方にもですね、いろんなことが教えられると思いますので、ぜひご参加ください。もちろん、上級者の方も、参加大歓迎ですので、足がある坂バカの皆様ぜひですね、ヒルクライムレースでの、勝利を狙って参加してみてください。さすがルービオのギア比ですねこの勾配でまだギアが1枚余ってるというしいですね、この勾配この急勾配美味しいですね。まだでも実際の走行のセグメント自体は始まってないです。湘南国際村入り口ってところを右曲がるんで、じゃあそろそろ行きます。鬼ごっこ開始です。頑張ってください。はい、行きますよ。
疲れ。ここが湘南国際村の入り口になります。ここからまた仕切り直しで登っていきます。しんどいです。さああと4人抜けますかね。チャレンジ。いやー全員無理だった。いやーギリギリでした。信号に捕まりましたね。信号にやられました。これからもう一個補修の激坂です。レッツゴー。じゃあ激坂をいただきに行きますか。もう始まってた。もう始まってます。ひたすら続きます。車です。
湘南ポタリングでは来れません、ここ。ここはフレッシュライド来ないですよね。諏訪本さん初ですか？え、ここ初ですか？ここは初です。ここから美味しい坂がありますよ。ハイカロリーのドーナツが待ってます。あ、32D のチートギアです。バスです。バラバラに合わせないでゆっくり。下りは安全第一です。ゆっくりゆっくりゆっくり、ゆっくり。お気をつけてー。もう一本ですか？私のおすすめは、この宇治抹茶ソフトクリームですね。もうオフシーズンこういうのはやめられないですね。早速いただきたいと思います。うん、間違いないです。皆さんぜひ、食べてみてください。今回は、湘南国際村の方に行って、その後に、その近くの激坂を堪能して、いただきました。次はですね、湘南平とか、ちょっとまた別の方向に行こうかなと考えているので、もしご都合が合う方は、参加してみてください。 SBC インサイドチャンネルに、まだ登録してないよって方は、ぜひ登録の方お願いいたします。最後じゃあ締めさせていただきたいと思います。山を愛して激坂に感謝、またどこかの坂でお会いしましょう。それでは。